誰か助けて。大丈夫ですか？どこか具合が悪いんですか？今救急車呼びますからね。俺の名前は加賀美ハチ子。どこにでもいる普通の会社員だ。加賀美くんっておバカよね。おわ。そしてこの人は上司の草薙つるみさん。バカだバカだと思っていたけれど、本当におバカよね。ひどい言われようである。草薙さんはいつも俺をバカだバカだとバカにしてくるのだ。そこまで俺はバカじゃないと思うのだが。先輩はバカなことをしないと生きていけない人なんですか？彼女は後輩の八坂二乃。つい先日入社したばかりの新人で、俺が教育係を任されている子だ。先輩って本当にバカですね。後輩にも毎日バカにされています。そんなバカバカ言わなくてもいいじゃないですか。あのね、そのどう見ても体調が悪そうな顔をしているくせに、出社してきたバカをバカと言わずに何と言うのかしら。はい先輩、チンしましょうね。ズベベベベベベベ。具合が悪いなら普通に休んでくださいよ。すみません。本当に救いようのないおバカね。体調管理くらいしっかりしなさい。とりあえず今日はさっさと早退してくださいね先輩。すみません。二人とも普段から俺のことをバカにするような態度を取るのだけれど、体調の心配とかしてくれるし、なんだかんだで優しくしてくれているような気がするんだよな。一体何を考えているんだろうか。あ、くそ。私には好きな人がいる。草薙さん、この企画どうですか？でっかい犬みたいな子だった。あわわわわ、印刷しすぎちゃった。よくミスするし。ジーザス。そそっかしい上にドジだ。ひらり。しかし同じ失敗は繰り返さない子だった。ここはこうして画像を貼って。なるほど。素直で前向きでメキメキと力をつけていった。ちょっと、なんで加賀美さんの企画を自分の手柄にしてるんですか？やめなさい。相手はあなたよりも役職が上で、さらに上からの信頼も。だからってお世話になっている人が不当な扱いを受けているのを黙って見ていられません。俺はあなたのためなら誰が相手でも戦います。そして正義感の強い子だった。当時私のことをやっかんでいた上司が私の手柄を横取りしたことがあった。それを知った彼はその上司のもとへ直談判したのだけれど、相手が悪かった。危うく私のせいで彼がクビにされかけたのだけれど、社長の鶴の一声でクビになったのはその上司となった。彼はとても素晴らしい人材だと思うんだよね。もちろん君もだ草薙君。僕は君の完璧な仕事ぶりを高く評価している。これからも頑張ってもらいたいんだよね。はい、ありがとうございます。それで実は君に折り入って頼みがあるんだよね。頼みですか？君には彼を、加賀美ハチ子君のことを調べてもらいたいんだ。はい。何でも加賀美君のことを社長の娘さん、つまり社長令嬢がえらく気に入っているとか。なるほど、それで社長は加賀美君を守ったわけかと納得した。頼めるかな。正直私はこれを承諾するべきか迷った。なぜなら私はもう彼のことを好きになってしまったから。しかしこの気持ちがバレたら異動なんてこともありえるかもしれない。私は彼とどうしても離れ離れになりたくなかった。この気持ちを偽ってでも。承知しました、お任せください。以来私は彼の素行調査をしている。もちろんこの気持ちを知られないように。
そのためにあえて嫌っているような素振りを見せるのはかなり精神的に参るけれど、彼の声を聞いて彼の顔を見られればそれで満足だった。最初のうちは、彼大丈夫かしら、すごく体調が悪そうだった。実家暮らしと言っていたけれど少し心配だ。お見舞い、いやそれは危険だ。せっかく今の今まで疑われずに済んでいたのに。でも部下のお見舞いくらい上司としてありよりのありよね。というか最近もっと彼と距離を縮めたいという欲が強くなっている気がする。正直手をつなぎたいし肩車もしてもらいたい。ダメダメ、今回はお見合いだけ。変な気を起こしてはダメ。万が一にもバレるわけにはいかない。この私の気持ちを、特に。カタ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 、あ、ミスっちゃいました。デーペロ、あの女には。そんなこんなで仕事が終わった私は、以前に聞いた住所を頼りに彼の家までお見舞いに来た。あら、わざわざありがとうございます。いえ、夜分にすみません。いやいや、さっさどうぞ上がってくださいな。まさか二人も来るなんて思いませんでしたよ。二人？誰か他にもお見舞いに、なんて思いながら彼の部屋に入ると、ええ、セヌンフィー、私には好きな人がいる。娘に気になっている男がいるそうなんだよね。君にはその男の素行調査をしてもらいたいんだよね。かしこまりました、旦那様。私はアマテラス家に仕えるメイドだ。とても優秀な君なら安心だよね。私は自他ともに認める完璧メイド、最強メイド決定戦3年連続優勝、優秀メイド賞最優秀賞受賞、超優秀メイド賞超最優秀賞超受賞などなど、メイドとしてありとあらゆる賞を得た超優秀な私のプライドにかけて、一旦那様の要望を完璧に遂行する。どうも、うち八坂ニノって言います。よろしくです。私は九段の男の素行調査のためにあえてダメダメな後輩を演じることにした。先輩ミスしちゃいました。ミスは誰にでもあるから大丈夫さ。俺もよくミスるし。鏡八子、第一印象はどこにでもいるヤサ男だった。私からすれば甘い考えを持っていると言わざるを得ない。誰にでもミスはある、それはその通り。でもミスが許されない人間だっている。医者なんてその典型だ。簡単にミスを許されるからそんなことが言えるのだ。罰ですね。ただふと気になったことがある。もしも許されないミスを犯した場合、彼はどのような反応を示すのだろうかと。だから私は大口の取引先に対してとんでもないミスをしたように見せかけた。実際にそんなことはもちろんしていない、そういう偽装をした。当然私はとても叱られたわけだけれど。すみません、俺の監督責任です。責任は俺にあります。俺が何とかしますから。彼はずっと私の味方をしてくれた。どうして先輩はうちのことを。全部うちの責任じゃないですか。なんで。ミスは誰にでもあるからさ。だからって許されないミスだってあるじゃないですか。まあそうだね。だけど一人くらいは味方になってくれる人がいてもいいんじゃないかな。たとえどんなに許されないミスをしたとしてもさ、一人くらいはそのミスを一緒に背負ってくれるような人がいたっていいじゃないか。先輩、俺は昔助けられなかったやつがいたんだ。中学生の頃、みんなで頑張って作ったものを不注意で壊しちゃったクラスメートがいてさ、そいつはクラスのみんなから責められた。で、最後には転校してしまった。俺は何もできなかったんだ。私は彼のことを少し勘違いしていた。
彼はただのヤサ男ではなかった。まる。そして気づけば私は彼のことを好きになってしまった。この気持ちがバレればきっと私は解雇される。そうなれば彼とは離れ離れになる。それは避けたかった。だからこの気持ちがバレないように私はあえて嫌っている素振りを見せた。特にバレてはいけないのはあの女。カタ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 。彼女もまた私同様旦那様からの依頼で彼の素行を調査している。彼女にバレれば一巻の終わりだ。そういえば彼は大丈夫なのだろうか。かなり具合が悪そうだったけれど。お見舞い。教育係としてお世話になっている先輩にお見舞いするくらいは普通なはず。確か先輩は実家暮らしだったか。家にはご両親がいるかもしれないが少し心配だ。あの先輩は少し能天気すぎる。よし、仕事が終わったらお見舞いへ行こう。そんなこんなで私は早めに仕事を終わらせてお見舞いの品を購入。先輩の家まで足早に向かった。あら、いらっしゃい。どうぞ上がってちょうだいな。お邪魔します。失礼します。フィーフィー。寝てる。なんだか可愛い。なでなで。ガラガラ。いけないいけない、こんなところ誰かに見られたら。でも今は二人きり。ココリンコ、今なら何をしてもバレない。ええ、シャロンピー。え、なんだか空気がピリピリとしている。この二人お見舞いに来てくれたんだよな。普段そっけない感じなのにやっぱり優しいところもあるんだよな。一体何なのだろうか、気になる。やばいやばいやばい、まずいまずいまずい。バレるわけには。あこんなところで奇遇ね。どうして八坂さんがここにいるのかしら。それはこっちのセリフです。草薙さんが先輩のお見舞いなんて、もしかして好きなんですか。え、そんなわけないじゃない。こんなおバカさんのことが好き、笑わせないでくれるかしら。ひどくないですか。私はあくまで上司として、一応部下の様子を見に来てあげただけよ。むしろ八坂さんの方が好きなんでしょ。はわ。え、もしかして。はい、うちはそのいつもお世話になってますし、お見舞いくらい普通ですし。あ、なんでこの二人は言い争っているのだろう。は、もしかして本当に二人とも俺のことが好きなんですか、なんて。え、あの、そんなわけないじゃない。本当に大バカなんだから。そうですよ、私じゃなかった、うちが先輩のこととかありえませんし。動揺している。嘘、マジで。ずっと不思議だったんだ。二人はいつも俺のことをバカにしてくるけど、その割に優しいなって。体調が悪かったら気遣ってくれるし。草薙さんにはたまにお弁当とか作ってもらってますし。え、そんなことしてたんですか。それは八坂にも手作りクッキーとかよくもらってたし。私の知らないところでそんなことを。わわ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 わ。あ、しかし俺のことが好きだとしたら、どうして普段あんな。はっ、もしかして好きな子には意地悪したくなる男子小学生的な。違う。違った。あ、興奮するから。先輩、とにかく今は休んでください。
うちが看病するので帰っていいですよ。いやいや、仕事で失敗ばかりなあなたに任せるのは心配だもの。私が看病するわ。これじゃあゆっくり休めないんですけど。ごめんなさい。翌日、熱が下がったので出社したところ、会議室へ呼び出された。仕事の前に昨日の話に決着をつけましょう。白状します。私たちは鏡さんのことが好きです。そうなんだ。なんと答えればいいものか。しかし返事はしないでください。いいの？というか、八坂の雰囲気がいつもと違う気が。こちらが私の巣なのです。そうなんだ。そのことも含めて説明させてちょうだい。そんなこんなで俺は、二人が社長の命を受けて俺の素行を調査していたことを話してくれた。で、俺のことが好きなことがバレるとまずいことになることも。あれ？でも、もう二人はお互いに俺のことが好きってバレちゃってるんだよね。密告したりするの？そこは私たちで話し合った結果、お互いの利益のためにも秘密にすることにしました。そうなんだ。今の状況では鏡さんとお付き合いすることもできませんし、そこで私たちは現状維持とすることにしたのです。現状維持か。鏡くん、そのだから秘密にしてもらえると助かるわ。それで今まで通りよりも少しだけちょっぴりスキンシップとか多めにさせてもらえると。ちょっと自分の願望入ってませんか？だって好きなんだもの。わかりました。俺も正直すぐに答えを出せと言われても困りますし、二人とはまだ一緒にいたいですから。これからもよろしくお願いしますね。こうしてひとまずは現状維持となったのだが。ねえ、今日から一緒に仕事をすることになる仲間を紹介する。アマテラスヒカリです。社長の娘だからといって甘やかさず、ビシビシ鍛えてくださいね。な、嘘でしょ。何やら人波乱起きそうな予感がするぞ。おまけ、緊急会議。はい。社長令嬢の出現に伴い、私たちは今ピンチに立たされているわ。そうですね。このままでは彼を独り占めされる。私たちはこの気持ちをバレるわけにはいかないから、表立って行動できない。しかし光様は違う。どうすれば。ここは手を組みましょう。敵の敵は味方ということですか？悪くない取引でしょ。いいでしょう。それでは私たち二人で彼を射止めましょう。ガシッと。いい？まずは私がここへ呼び出すから、あなたはその間にお茶を入れて。そうですね、それがいいと思います。なんかあの二人仲良くなったな。